縄文通り縄文通りとは、愛知県岡崎市の岡崎公園大手門前にある南北の道路の通称名である。縄文通りの周辺は、下記のように目まぐるしく変化を繰り返してきた。縄文通りは、岡崎城の縄文前の通りという意味で付けられた、指導の愛称である。ただし、本来の岡崎城縄文が存在した、正確な位置は、 現在の岡崎公園大手門が建てられている場所ではない。もともと、江戸時代に岡崎城の大手門の位置は、ここから北東に約200メートル、現在の守備湖セルビ、旧松坂屋岡崎店の3物件の間にある、浄瑠璃寺あたりにあったとされる。大きさは桁域き十件、領域二件四尺であった。明治に入って、全国城郭孫杯の処分並み平地当選。 定法が発せられると、城郭の取り壊しや敷地の払い下げが行われ、完全に縄文とその周辺は破壊されてしまっている。岡崎が、西三河の中心的都市であったがゆえ、明治から大正にかけての時期に、構成通り西地内には、刑務所、裁判所、検察庁のホーム3施設と警察署、税務署などの官公庁が集まって、一角を形成していた。しかし、 戦後、徐々に、住宅や商店が、周辺に立ち並ぶと、その存在が疎まれるようになった。岡崎城の正面にあって、後世の商店街の西方への発展を、妨げるように存在していたからである。そこで仮に、ホーム施設等が移転可能ならば、合計約2万8000平方メートルという市街地では、容易に得難い土地が確保できる。実現すれば、 都市の大幅な改造が可能であるという魅力が移転運動へと導いた。そして最初の目標になったのは名古屋刑務所岡崎支部の移転であった。観光、文化の地である岡崎公園の正面近くで高い外辺を巡らしている刑務所は岡崎のイメージがかんばしくないこと。約1万5000平方メートルの広い刑務所敷地、ゆえに、 岡崎公園と商店街地域とのつながりに支障をきたしていること、隣接する岡崎市立連邪小学校の教育環境上、好ましくないことなどが移転の理由に挙げられた。岡崎商店街連盟と岡崎銀座発展会連邪婦人会は、刑務所移転の陳情を市長と法務省に提出した。この運動に市が動き、法務省は市の要望に応えて、 1962年に市が用意した土地に名古屋刑務所岡崎支部を移転した。そうしたさなか、すでに刑務所移転の見通しがつき始めていた1955年頃には、市や市議会、商業関係者は、さらに名古屋地方裁判所岡崎支部、名古屋地方検察庁岡崎支部や、その他の観光庁も移転させ、 その後地に大規模商業施設を建設しようと移転を目指し運動、交渉を展開した。この結果、1962年から1964年にかけて、ホーム施設とは、縄文通りの周辺からすべて移転した。刑務所が移転した上地では交通の便が悪いので、結局、裁判所、検察庁、拘置所、警察署の移転先は、 名鉄岡崎市内線沿線の明大寺町となった。これらの施設は現在も同地に存在している。なお、名古屋地検岡崎支部は後に岡崎市シビックセンターに移転した。跡地は商業施設化して新しい市街地の姿が生まれた。ただし、縄文通りの北西角には愛知県岡崎保健所が残ったり、 逆に、岡崎公共職業安定所が新たに進出してきたりして、すべてが当初の思惑通りになったわけではなかった。ホーム施設などの観光庁が都市中心部界隈にあるのは、城下町を起源とする他の都市では見られることだが、岡崎市の場合は商業施設建設へ向けての強い意向がこれら、観光庁を排除した。ホーム施設が、 相次いで移転する中、さらにこれに隣接する娯楽施設を建設し、この周辺地域を一大商業地化娯楽施設化しようという動きが強くなって、結局、連弱小学校も移転の対象となった。小学校の移転には、学区内から根強い反発し、1962年11月に、小学校移転反対派による850名の請願書が、 市議会に提出された。市と市議会は地域発展を理由に学区の反対を押し切り、1966年に連尺小学校を現在の城北町の地ともともと岡崎市立広畑小学校の学区であった。しかし、実際に娯楽施設として活用されたのは小学校跡地のすべてではなかった。 1968年6月27日、跡地約1万5000平方メートルの内南側3分の2の土地に岡崎スポーツガーデンが建設された。岡崎スポーツガーデンは夏にプール、冬にスケートリンクとなる娯楽施設であり、ボウリング場も併設された。しかし、後に、ボウリング場は、市営駐車場へと姿を変えた。 北側の残り3分の一の土地には、岡崎郵便局や岡崎市城北保育園が設置された。城門通り周辺では2000年前後に、再び目まぐるしい変化を見せ始める。1999年に、岡崎郵便局が、戸崎町へ移転、商業施設、三河小町が2000年に開業するの1年で、閉鎖。 2002年に岡崎公共職業安定所が岡崎シビックセンターに移転。2003年に岡崎スポーツガーデンが閉鎖。愛知県岡崎保健所が総門通りに移転し、岡崎市保健所として、会所、城北保育園が国道248号沿いに移転、などの動きがあった。その間、 窮屈だった旧岡崎市図書館の移転候補地先として最終的に選定されたのが岡崎スポーツガーデン跡地を中心とした場所である移転候補地としては当初岡崎公園グランド跡地であった交通工学として見た場合結果として駐車場入場待ちによる国道1号の下りに車線中1車線を削減するような交通渋滞や 災害路で一方通行路の存在する同地周辺の混雑を回避することとなったと言えよう。春先に混雑する岡崎公園桜祭りでの駐車場待ちの渋滞や現在の駐車場の自動車の列を見れば自明である。南から順番に記す。ありがとうございます。